さあ始まりました。本日もエクサレピーリプルのチャート分析をさせていただこうかなと思います。現在時刻ですけども2月24日12時2分 YouTube 録画しております。今日もアメリカ市場ですね、振り返っていきたいと思うんですけども、ニューヨークダウ108ドル高、それからナスダックが 83.33 ポイント高ですね。仮想通貨もですね、ちょっと値動きが今日はあまり良くないかなというところもあるんですけども、株式の方は安定してきたのかなという感じですね。だいぶ S&P500 もこちら 0.53%。 だからまあ仮想通貨の方もですね、安定してくるんじゃないかなというふうには見てますけどね。ちょっと今のところ今日はちょっと少し下がってるかなという感じのものが多いみたいですね。ダウ先物-12、それから日経先物も-13ですね。それからオイルが 75.92、それからビックス数なんですけども、こちらが 21.14 まで下がってきてまして、5.16% 下落になりました。それからビットコインですけども、ビットコインも今日は上昇ですかね。あ、下落ですね。ちょっと 2.4% ぐらい下落になってしまっている感じですね。322万6000円ということで、ちょっと下落になってきました。それからイーサリアムの方も 1.6% ぐらい下落になってまして、22万2000円ぐらいということですね。それからビットコインキャッシュ、こちらが 18,679 円、こちらも下落になってますね。ライトコイン 12,735 円、それからネムが 5.65 円ということで、ネムはプラスみたいですかね。ネムもでもこれコインチェックで見るとですね、-3.7% 下がっている感じですね。ちょっとまあいろいろ見る指標によって違うのかなというところあるんですけども、まあ、仮想通貨全体的にまあ今日は売られているものが多いかなという感じですね。アメリカ市場が強い割にはちょっと今日弱いかなという感じのものが多いみたいですけども、例えば代表的なところでいくとポリゴンとか、それから同時コイン、それからソラナですね。この辺がちょっと安いなという感じのイメージがありますね。それからポルカドットとかですね、この辺もちょっと安いなという感じです。それからシンボルが 4.4% 下落になってしまっているということで、まあ、下落になってきたのかなというところですね。まあ、それからパレットトークン 4.5% 下落になってまして、こちらも弱いということですね。まあ、全体的に弱いかなといったところがありますので、まあ、ちょっと厳しい展開になってきたのかなというところです。では、ビットコインは、まあ、見てきた中でですね、ちょっとこう今日はあまり冴えない動きだったんですけど、 2.6% 下落だったんですけども、リップルはどんな感じで動いているのか、ちょっと皆様と一緒にしっかりね見ていきたいと思います。はい、こちらが今日のリップルなんですけども、 52.488 ということで、ちょっと今日は下落ですね。 1.79% 下落になってきてますので、まあ、ちょっと今日こちらも弱いかなという動きですね。まあ、全体的にね、まあ、売られている感じなんですけど、そろそろMACDがクロスしそうな感じで、こう上抜けしてくると面白いかなとは思ってるんですけども、まあ、全体的に見ていくと、今 51.5 円から 54.36 円ぐらいですかね。まあ、この辺で動いているので、基本的には51円の方に向かう確率が高そうなんですけども、ちょっとこうクロスして上に行けばですね、55円ぐらいまで上がっていけるチャンスもあるのかなというふうには見ています。まあ、どちらにも行けそうな感じのチャート内容なのかなという感じですね。上ヒゲも下ヒゲもみたいな感じで、まあ、ちょっとこうコマが迷ってる感じがね、感じ取られますので、まあ、どちらに行くのかちょっと展開的にはまあ読みにくいなっていうところが正直なところですけども、まあ、全体的に見ていくとね、まあ、安定してはいるのかなというところはありますし、まあ、ビットコイン、それからナスダックとか、それからニューヨークダウとかですね、この辺の影響を受けてくると思いますので、この辺の指数とともに連動してくるんじゃないかなというのが、まあ、リップルの動きの予測になりますね。まあ、ですので、51円の方に来るのか、55円の方に来るのか、まあ、そのどちらかかなとは思ってますので、基本的にはまあ中立な立場を取りたいなとは思っているんですけども、まあ、どっちにも行けそうな感じはしますね。まあ、それから RSI も40過ぎたところというところで、まあ、これもどちらにも行きそうな感じがあるので、まあ、どうなるか分かりませんけども、まあ、基本的には、今ちょっとこう模索中なのかなというか、値動きのね方向性を探っているような状況かなというのがリップルの状況現状なんじゃないかなというところだと思いますので、まあ非常に評価も分かれると思いますし、
まあちょっと難しいところかなっていうのは正直なところかなと思ってます。はい、ということで今回リップルチャート分析最後までご覧になっていただきありがとうございます。リップルのチャート分析、皆さんもねそれぞれご意見があると思いますので、よかったらチャンネル登録いただきまして、コメント欄の方にご意見など残していただければなと思います。よかったらよろしくお願いいたします。ということで今回はリップルチャート分析最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。